1979年の西武ライオンズでは、1979年の西武ライオンズにおける動向をまとめる。1979年の西武ライオンズは、ライオンズが所沢に移転した1年目のシーズンであり、根本む夫監督の2年目のシーズンである。クラウンライターは1977年のドラフト会議で、江川すぐるの指名権を獲得しており、球団買収時点で、 独占交渉期限が残っていたことから、西武は買収直後から江川獲得に攻勢をかけた。しかし、最終的には、いわゆる空白の一日により、江川は巨人に入団した。その後も、西武は、積極的なチーム改編を進め、阪神から田淵光一、古沢健治、ロッテから野村勝也、山崎博之を獲得した。さらに、 ドラフト会議で4球団指名の森重和の獲得に成功、江川事件によりドラフトに参加しなかった巨人がドラフト外での獲得を狙った松沼兄弟の獲得にも成功しチーム編成を一新した。西武鉄道が親会社となるもメンバーが寄せ集め状態だったことやキャンプ地としてアメリカ合衆国フロリダ州ブラデントンを選んだものの MLB チームに施設を使われまともに練習も試合もできず帰国途中にハワイ州でサンディエゴパドレスと試合をしただけで開幕4日前に帰国日本国内でオープン戦を組めなかったことも影響してチームは開幕から引き分けを挟んだ12連敗を喫し前期を6位後期を5位と低迷した開幕12連敗は1955年のトンボユニオンズと並び 2020年現在も NPB ワースト記録対開幕から14試合未勝利はワースト記録である。この年から松崎茂による新球団か地平をかける死,死を見たが採用された。優勝はプレイオフで決定。2位以下はプレイオフの結果に関係なく勝率順で決定。ありがとうございます。